人又带有磁性的嗓音，金钻歌姬八代雅纪被誉为最能够贴近庶民人心的疗愈系歌手，将来台开唱。13号出席宣传记者会暖身，台湾大牛罗时丰也来探班。对，本来是你要为人家，现在变成人家为你了，你今天来真的是赚到了。不止带来燕窝和小笼包探班，罗时丰也现场清唱八代雅纪成名曲。云中我有多少美丽的回忆，你和我初次相遇就在小雨里。一连好几首让他又惊又喜，不过八代雅纪暌违14年再度来台开唱，演唱会内容有什么惊喜吗？なんですけども、ちょっとね、ドレスの他にちょっとね、考えてることがあります。何でしょう。ちょっとね、うん、あの、面白い構成っていうか、うん、ちょっと、お、素敵と思われるような、ちょっとね、ことも考えてますけど、今は秘密です。除了经典歌曲，八代也透露招牌华丽礼服绝对不会少，也让歌迷相当期待。欢迎新闻刘俊南、刘亦如台北报道。